犬山さん、そうツインテール、めんめんこんばんは、たきたんこんばんは、ちんたおこんばんは、こんばんは。これはね、二つ結びだよ、多分。前髪切られすぎた。カッツさん、西枕、松和さん、こんばんは。みずき、みずきくん、こんばんは。しんじ、久しぶりに、確かに久しぶりかも。たこっちありがとう。たこっちスキルスの人で有名だよ。りのさん、こんばんは。そうま、こんばんは。えなまさん、そう、名古屋遠征が決まったんですよ。さっき告知したんですけど、8月13日に絶品名古屋で、名古屋アイドル万博出ます。あ、東海アイドル万博か。ドラゴンさん、こんばんは。ともひろさん、こんばんは。ほうきち、こんばんは。みちりん、こんばんは。ぽんちゃん、ツインテール、ん、みずきちゃんのかわいいふ好き、ありがとう。かわいいふツイン、今日はほらもう夜だから低めよ。ちょっと期待して見に来たでしょ、ちんたお。絶対さっき、今日も控えめに行った、圧倒的バチボコ優勝、可愛すぎて尊すぎてエモすぎて好き好きエクスクエアガーデン、好き好きスクエアガーデンって何やば。カッツさん、ありがとうございます。クロちゃん、こんばんは。みどりん、こんばんは。しゅんぺい、こんばんは。しゅんぺいは今日帰ったのかな。くまさん、こんばんは。お、よかった、きよしさん。爆音さん、こんばんは。マスター M さん、こんばんは。爆音さん、ありがとうございます。岩たれさん、そう、初名古屋ジップ、そうです。初めて、もうこんなにアイドルやってるけど、初めて自分の地元の県に遠征します。名古屋ジップ名古屋は、ジップ名古屋を立ったことあるんですけど、個人的にキュインズとしては初めてですね。みどりん、ぜひ来てください。ピルクルさん、こんばんは。しじみさん、こんばんは。やったー、こんばんは。いとけい、こんばんは。ね、リクエスト枠、私たちもなんかリクエスト枠っていうのはさっきまで知らなくてびっくりしました。よかった、ありがとうございます。はるた、こんばんは。夜更かし一緒にしてくれ。みけこん、こんばんは、ありがとう。ゆうなさん、こんばんは、初見です、ありがとうございます。ぽんちゃん、好きあれは好きじゃなくて好きだからねみどりん、また会いに来てください。みちりんね、わかる、今日めっちゃ湿気だったよね。いわいわがんがんさん、こんばんは。さっき控えずに行って髪型めっちゃ好き。控えずに行ったんだね、1回目じゃないんだね。ありがとう、ありがとう。いうえくん、こんばんは。しんぺい、台風の影響なかったか余裕で帰れましたね。台風どっか行っちゃったもんね。よかったよ。でもみずきくん、あれ初めてちゃんと書類を見れた気がする。そうかも、なかなかね、仕事とかだって見れないか。チンタだってショールームで高めのツインテールやるって言ってたから。え、今日やろうか迷ったけどさ、なんか大変なことになりそうだから、でも途中でやろうかな。信じ、そういえば夏少しだけ東京戻る。え、嘘、会えるといいな。すっぴんじゃないよ、ちょっとしてる、気持ちしてる。ただいまアイドル大将さん、こんばんは。あついさん、こんばんは。ノイノイ、タジオがいないカラオケ。タジオいないの、いないの、今カラオケにいるの。一輪、じゃあ次は絶対東京だね。そう、去年はね、ゼップ東京何回か立たせていただいたんですけど、今年もあったらいいなと思います。カッキー、名古屋3ヶ月だけ仕事で住んでた。え、どこ住んでた、なんかこれ聞いた気がする。でもカッキーが名古屋住んでたお話。コロリー、名古屋来てくれるの嬉しい。私も行きたかったから嬉しいよ。しかもゼップ、ゼップは結構行き慣れたところなので、私にとっては久しぶりにあのゼップまでの道を通れると思うとなんか高まる
私が AVEX のアカデミー生だったんですよ昔。だから、あの免疫から降りて奈々ちゃん人形を通って、あのレジャックビルのアカデミーがあるところに行って、でイベントがあるとゼップ名古屋でイベントよくやってたので、そこでリハーサル行ったりとかよくやってました。離れ目アイドル大賞さん、前はグラビア大賞やらなきゃ。私グランプリじゃね。えなはまさん、リクエストしました、ありがとう。えなはまさん嬉しい。そうリクエスト枠ってことでね。ぼっちさん、ベッドできるアイドルというのをコンセプトに活動しているグループです。マスターさん、名古屋、そう名古屋なんです、行くの8月。よけじこんばんは。忍者、忍者さんこんばんは。そもそもツインテールツインテール2つ結び。お台場来て、シンジ、ね、行きたいよ。お台場、お台場に来るんだね。ガッツン、あガッツンさんの、あそうそう、シーサークワーサーとなんか一緒になってる人ね、名前が覚えてるよ。こんばんは。あついさん、台風どっか行っちゃった、まさに台風一家だね。そうだね、台風どっか行っちゃったよ。でもね、来なくてよかったよ。ゴリさんこんばんは。ゆうせいさんこんばんは。スライムさんこんばんは。えぬはま、あ、エベックスある、そうエベックスある、あのレジャックビルの上に通い慣れた土地懐か、エモ懐かしい。かっきー、熱田神宮のすぐ近く、地下鉄の神宮前駅の、名鉄、地下鉄か。ゆうせいさん、名古屋に来るとして泣きそうになったね。私も嬉しかったよ。いや、いよいよ名古屋だね。え、嬉しい。お母さん来ちゃうよ、多分山尾さんこんばんは。しんさんこんばんは。お、たじおこんばんは。マスター M さんね、愛知仲間、地元。忍者さん、北海道涼しいし羨ましいよ。めっちゃ暑いよ東京。新人、福岡に来たのにまたアイドル行ってしまって、ツアー目的で帰省することになってしまった。なんとなんと、やっぱりオタクはやめられないね。N浜さん、名古屋駅から絶品まで歩いてていつも見るわ。そうそう、あの信号を渡ったところのビルの、そう8階なんです。通い慣れた土地です千野さんこんばんは。今エナ京、エナねパーキングエリアです。お、こっちに来るのかな。ミキナオさんこんばんは。シンさん、京都はまだか。京都ね、行きたいよ。でも京都も、ゆうせいさん、今日のハモネプにアカデミーの子たちできたんだよ。あまえちゃん、懐かしい。あまえちゃん、いぶきくんあんま喋ったことなかったんだけど、あまえちゃんはねレッスン一緒だったりとかもしたことある。でも見た、それなんか予告みたいな宣伝してるの見た、ツイッターかな。ゆうせいさんツイート見たのかなかきや、そうそう名鉄だわ。神宮前駅からセントレアに通って仕事したの。そうなんだ。セントレアね、できた時なんか嬉しくて無駄に言ってた気がする。セントレア、タジオ飲んで今帰宅中だから無音、悲しい。金曜日だからね。シンジ、オタクじゃない、オタクじゃん津野さん、大阪向かってます。大阪か、あ、そっか、えな大阪か。清さん、なでしこも惜しかったよね。ねえ、あんま試合見れなかったけど、なでしこはね強いから惜しかった。まー、あ、ちゃんこんばんは。忍者さん、先週も東京にいたけど暑くて大変だったよね。暑かったよね。お、無音バイバイラジオ。そうそう名古屋ね。おばあちゃんとか普段さ、ひいおばあちゃんの介護とかがあるからなかなか東京に来れないんだけど、名古屋ぐらいだったら多分来れると思う。おばあちゃんも弟とかも来れるんじゃない。あ、弟はサッカーの練習やるから来れないかもだけど、友達とかめっちゃ来そう。やだな、なんかやだ、会いたい、会いたくない
松節くん。キュイーンズです。よけじい名古屋やったね。うん、嬉しい。名古屋つなさんまだ岐阜です。 G20 で規制かかってるからどこまで行けるかわからないけどね。あ、そうだよね。すごいいろいろ、なんか東京のさ自動販駅の自動販売機とかまでさ買えなくなっちゃったりとかしてるもんまた水木さんに会いに行きたいね。忍者さん待ってます。まーちゃん昨日の唐揚げを食べている写真よかったね。本当あれね、とんかつなんか昨日お昼ご飯とんかつ定食食べたの、学食のね。でみんなにちゃんと友達とお昼ご飯食べてるよっていうのをアピールしたくて友達に写真撮ってって言ったの。そしたらなんかすごい笑いながら写真撮ってるから何の写真撮ってんのって言ってみたら顔のアップの写真しか写ってなくて結局あれしか載せるものがなかった。あ、こだまま、あ、久しぶり。ペルーにいるの？あれか、釣り釣り。普段でも電波届かないからなかなか見れないよね、海の上だったら。稲浜さん、絶プだと関係者の人見やすそう。見やすいと思う、上あるしね。一輪、そういえば9位は神奈川に来たことあんまないね。相模原と川崎と横浜。横浜はあるんだけど他はないかな。ドラゴンさん普段寝てる時間に起きてるとお腹がすくそっか、ドラゴンさん普段早起きだからね。明日は早起きじゃないの？そのさ、9位の大阪遠征の時も車かっ飛ばしたのが懐かしき。本当だよ、びっくりしたよ。しんさんトンテーね、トンテートンテーきよしさん、おたるくんに推薦で教師してるからいつか一緒にお仕事できるといいな。あ、おたるさん知ってます。おたるさんゆうせいさん、ワンホーセイさんも一緒に発表されたのがエモい。わかる、なんかやばくないリンカチンとじいちゃんと私リンカチンは実際に同じ舞台に立ったことは、あの同じナンバーとかに出たことはないんだけど、じいちゃんはね、あの JSBA ダンスカップとかで一緒にチームだったから藤原っちこんばんは。清さん歯の矯正もうそろそろ？そうだね、まだこれはつけられないんだけどよ、なんか何、舞台の稽古との兼ね合いでどれぐらいの違和感と痛みなのかちょっと相談中って感じかな。ドラゴンさん明日は土曜日だから休みです。お、じゃあ今日は夜更かしできるね。忍者さん名古屋2年前に行ったきりですわ。じゃあこの機会に。シンジ4年ぶりに推しと会えたのでアイドル好きに戻りました。アイドル好きに戻りましたか。ほらオタクなんだよやっぱり。明日大阪終わったら東京を向かいます。お、日曜日キヤシさん見てきたの、なんかねちょっと乾燥しててイガイガする。えなはまさん、お、そうそうそう、同じチームでね、ダンスのなんかコンテストみたいなやつ出たことある、確かダンスのに。シンさん、自分もともとスパカオタでもあるのです。お、ビックスじゃないですか。こんちゃん、今日ね、1時までやろうかな。ちょっとこのテロップに書いとこ、みんなに教えてもらえるように。1時まで、はい、あ、はい、241キロあるの大変。頑張って、つのさん。コロコロこんばんは。ちんたん名古屋遠征1日前まで名古屋にいるんだけどな。なんと、もう1日残ってくれてもいいんだよ。きよしさん、あんまり無理しないでね。大丈夫、ありがとう。忍者さん、セントレアは道民割があるらしいんだよね。ええ、そうなの、すごい。しんじさん、しんじ、お宅に比べたら僕とか超大塗装なので。まあね、そう、でもほらライト層じゃなくなるかもしれない。
みちりん気づいたらこっちいつの間にかすごい雨降ってる。また湿気が、湿気嫌ね。きよしさん、かごちゃん復活、あ、ちょっと見たよ。チョレイワさん、こんばんは。クロちゃん、ギフトありがとうございます。ヤワオさん、モモゾメさん、ありがとうございます、ギフト。ソウさん、おはよう、こんばんは。ツノさん、お、1時まで見てくれるの、ありがとう。ともひろさん、全然、めっちゃ嬉しかったよ、びっくりしたけど、ありがとね、来てくれて、びっくり、ほんとびっくりしたよ。ももとめさん、お休みの前に一目、ありがとう。とっちゃん、車で聞いてるけど声聞くだけでライブ見たくなる。え、嬉しい、ありがとうございます。かつんさん、こんばんは。ちょっとね、1時までやります。坂道好き？私も好き。かつんさん、あ、読んだな。そうさん、そう、サイバちゃんに会いたい時期、会いに来てくださいよ。そうさん、夏はね、会いたくなるよね。忍者さん、先週キレヘボンの青山銀座横浜限定タルト買ったよ。そうなん、どういうタルトなの。もとめさん、1時までだよ。きよしさん、ありがとう。すのさん、あ、舞台チケットだいぶ無事に振り込みました。あ、よかった。なんか私、高いツインテールさ、あんましたことなくて、どこまで高くできるんだろうっていうのを配信で練習するわ。みんないいよ、好きにスクショして。ねえ、ウケる、似合わない。そうさん、ちょうどキラの今頃にアイドル横丁で初めまして一緒、懐かしいわ。本当だよね。え、え、ウケる、え、やば。深夜のテンションね、なんか変、キモい、なんか幼児みたいじゃん、やだ、なにこれ。ウケるね。ユリの真似しよう、するわ。そんな高い説に手伝ったらすようとしてるな。これに釣られる人いるの、逆に。ももとめさん、頑張ろう、一緒に。きよしさん、まあ、全然あるよ。2年前 ?2 年 ?1 年半前ぐらい、めちゃめちゃ短かったよ。ツイッターとか遡ってもらったりとかしたら分かると思うんだけどね。髪の毛めちゃめちゃかかったよ。今日の最後優しい、そりゃ嬉しいよ。いつでも優しいよ、私は。幼い、そうなのよ、幼いの。そうさん、初めましてが水着って、そういう人がいても全然いいと思うよ、私は。それも一つの私のね、お仕事だから。 JC、 そう、なんか JC になっちゃう。救急車の手配、自分でお願いします。高めのチェーン可愛い？え、ありがとう。なんかツインテールって似合う子限られるよね、いつも思うけど。ポニーテールって大体誰がやっても可愛いけどさ、ツインテールってさ、顔が似合わない？結構似合う子と似合わない子結構分かれない？気のせい。みんないいって言ってくれてありがとう。あ、ドラゴンさん、今日出番歴半年だ。そうだね、そっか、あれ、そうだよね。日曜日、そう、東京ヘムホールでございます。ゴリさん、水着じゃなかった？一番ゴリさん水着そうなのに。やば、怖いんですけど。
どいね。ゆりってすごいんだな、あんなにツインテール可愛くできて。可愛いジェル本当。青山がホワイトチョコとマンゴー美味しそう。今日ちょっと化粧してるよ、ちょっとだけ。みずきちゃんツイッター見てください、きよしさん。本当？でも難しいねツインテールって、可愛くやるのが。一般人がたくまにツインしたらウルトラの母みたいになる。そうウルトラの母っぽいんだよ私ちょっと。やばいよねこれ、放送事故もしかして。マツカルさんありがとう。カツヤさんポイントもチームにあるよ。本当？ツインテール私あんましないからさ、見慣れなくて。なんかやばい人みたい、って感じ。頭割れそう。これゴジラに出た頃の汗玉のっぽい。え、こんな感じだったんだ。レオさんこんばんは。めんめんバブイ、バブイよね。ケイシさん、あー軽く自己紹介。皆さんこんばんは、今はこんな亀型をしていますが普段はこんな感じじゃないです。サイバーみずきです。キュインズというアイドルグループで活動しています。メンバーカラーは緑、年齢は20歳です。大学2年生です。毎日ショールーム配信をグループでしてて、今日はたまたま私の配信の日です。よろしくお願いします。身長162センチ、体重はリンゴ3つ分。血液型は A 型、誕生日は4月27日。一輪、マツコデラックスはツインテール似合わないだろ。マツコデラックスはツインテールしようと思わないでしょ。トシさんこんばんは。忍者銀座がアップルマンゴー、アップルマンゴーめっちゃ好き。ゴリさん、皮膚の争奪戦がちゃんとして初めましてで、その後グランドリオコ長も言った。だからちゃんとしてるよ、ちゃんとしてるって。セカンドウーマンから半年だね。ほんとだよ。え、半年か。コジコジありがとう。日本一かわいい中学生、中学生。これででも街今から歩いてたらさ、なんか補導されそう。お家どこですかとか言われそう。ゴリさん、サイバーのツイート掘ったらナイスバディな画像がいっぱい出てくるよ。だってゴリさんはねグラビアに厳しいんだから、ゴリさんが言うからいいんだよ多分。チンタウケる、え、ウケるくない？これだよ、これ配信だからまだ耐えられてるけどさ、これ本物がさ出てきたらどうですか。この私みたいな人がさ、こんなの出てきたらさ、あ、この子大丈夫かなってならないかな。十分可愛いし、ありがとう。カツンさん、ウルトラの母。それはこっちや。ありがとう、江ノ浜さん。みなさん、ツッキーに見えた？そんなん、恐れ多いよ。ツッキーはだって中学生だよ、本物の。私みたいなね、ただの女子大生じゃないんだから、ツッキーは。可愛いんだから、ツッキーは。桃爪さん、ありがとう。レオさんありがとう。シーさん、ツインでメイド服無敵だな。メイド服ね、前着た時はねショートだったからこれで着てみたい。こじこじ髪長くなったよね。そう長くなったの。シンジ、放送事故まではいかないけど、まあ大学でツインしてるやつは見たことない。本当だよ、私も見たことないよ。あのリアルの大学でね、その年齢とかアイドルがしてるとかじゃなくて、リアルに大学で見たことないよこれは。でもこの前ハーフツインしてきてる子見た。でもいいと思う、似合ってたしね。その子は自分の好きな髪型したらいいと思う。江ノ浜さん、キティー、キティー、伊豆キティーだよ。ポンちゃん、サイバーさんと出会えた夏ありがとうございます。あのライブ行ってよかった。サイバーみんなね出会えたからな。でもあやつのおかげだよ。あやつがさ先ドレス出てくれなかったらポンちゃんとも出会えなかったと思うと。
東京いい水木きいちゃんだよ、こんばん。水木きいちゃんって頭悪そう。どういたしまして自己紹介。ヒプシマンこんばんみ。まー、あ、ちゃん見た目と違う男前です。私ですね、そうなんですよ。こんなねバブーみたいな感じだけど、性格はおーいって感じだから言ったるでって感じだから。ニンジャーさん、横浜ゴールデンパイントライム。ゴールデンパイントライムって合うんだね。カメリンこんばんは。ヒプシマンプラモ作りの時のメガネは100均メガネ。そうなの、ユリが作ってくれたのよ。ゴリさんどんなイメージ。ゴリさんはね、グラビアに厳しいイメージ。チンタまだまだいけるやん。本当？本音？棒じゃない？これでチキと言いたい。みんな意外と好きなんだね。スクショ撮ったので出発します。撮ったからね、もう満足ってか。ひときいランドセル背負って歩いてても違和感ないね。やばいよ。で背が高いからさ、これで背が低かったらね、ランドセルも似合ったんだろうけどもさ、背がね、なんか背が大きいから私。平成最後のロリから令和最強のロリ。もうね、年齢全然ロニロリじゃないのよ。私は二十歳なのよ。二十歳。ケイさん晩ご飯内緒なんだと思いますか。逆にゴリさんサイバーした時めっちゃショートでアーシャがポニテで長かったのねって言ってた子が懐かしい。あ、ショートにしたてってことか。じゃああの白の時もうそれも伸びてしまって長くなりました。ムリピーさんこんばんは。キティよりマイメロ推し。実は私もそうだったりするよ。この子は大学生でもロリータさんはしっかりツインテ頑張ってます。そうなのよ、いいことよ。似合うの、似合うっていうのは。メリッピー名古屋でライブしそう。名古屋行くんですよ。名古屋の人ですか。稲浜さん行ったる。私行ったるでタイプだからさ。うちにアイドルイベの制服デーで30近いアイドルも全然来てたから、 JD でツインテは全然ありだと思う。いや全然ありだと思うよ。年齢でねやめることなんてないと思う。似合ってたらいいんだよ。てか似合ってなくても自分がやりたかったらいいんだと思う。なんか私がねよく行ってた美容室のね美容師さんがなんか別に似合う子とかに評価とか気にしなくていいから自分の好きな髪型やりなさいって、ね、言ってくれたの。で私別に髪染めたりとかしないからあれだけど、そうだねって思った。全然問題なくいけると思う。そうそう、俺たちのストーリー発言グッときたぜ。ありがとう。俺たちとストーリー続けよう。そうだね、今の子たち身長大きいからね。身長ね162センチです。タッターさんありがとう。チンと次はハーフツインやろうぜ。いいよもう。ハーフツインでもたまにやるよね私。なんかツインテールやったよとかさ言われないとやれないんだよね私。なんかさ言われたからやるっていう風にした方がさ、私自分からツインテールやりましたとか恥ずかしくて無理だからさ、言われてからやった、言われてからやってみたって言った方がちょっとなんか心がなんかこういい感じ。でも言われてからやったしとか思えるから。GTO さんこんばんは。コロスケこんばんは。ヒプシマン令和最初のツイン。そうよ、令和。シンさん撮れてないなら童顔ってやつか。そうただの童顔よ私は、二十歳だから。キヨシさん名古屋だけにひつまぶし食べたいね。ムリピー家茨城の人です。あ、そうなの。ぜひ来てくださいね名古屋。そうまツインテールライブでしてくれね、昨日ねちょっとツインテールっぽかったのよ。そうでもねここら辺だった昨日は。モズメさん可愛ければいいのですツインテ。ほんとそうよね。ゆきじねえねえボイトレってどんなことやの。今日は何した。普段ボイトレは基本的に近所週1回5人で先生がついてやってくださってるんですけど、まず発声練習からやるのね。
通にあーあーってあのなんかスケールであーあーというかやったやっていうみたいな感じやった後にその日によるんだけど、今日はね、今日はちょっととある曲の練習をしておりましたので、新しいね、とある新しい曲を練習してたので、それを練習するために高い、結構キーが高い曲だから高い音ってミックスボイスっていう声を使って出したりするんですよ。ちょっと普通の地声とはちょっと違う発声の仕方なんだけど、それをやったりとか、それをね、先生があの鍵盤でスケール叩いてくれる時もあれば、あの音源があって、ボイトレ用のなんか音程とかが入ってる音源があるんですけど、それを使ってこうあーってやったりとか、あーってやったりとか、おーとかするの。いろんなあーだけじゃなくて、いろんな口の形とか言葉とかでなもあれば、にもあれば、ねいねいとか、のいのいとか、ないないとかいろいろあるんですよそうとかをやって歌唱レッスンって感じですかね。だいたい1時間のレッスンなんですけど、1時間の中で、発声練習をして歌唱のレッスンをしてっていう感じです。でも私たちのボーカルの先生はね、私も中学生の時から習ってる先生なんですけど、マンツーマンですごい優しくて、歌のレッスンの他にも悩み事聞いてくれたりとか、なんか他のことについてアドバイスしてくれたりとかするんですよそういうレッスンだったかな。でもいつもそんな感じ、発声練習した後に歌ってって感じかな。いろんな発声練習やりましたから。あと発声練習以前に呼吸のトレーニングとかもするハロプロの方とかもやってるみたいなんだけど、深い呼吸を早く何回も100回ぐらい深い呼吸をスー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 ってずっとやり続けるっていうトレーニングなんだけど、酸欠になるし、でもお腹を使って息を出し続けないといけないし、まっすぐね、すごい辛いけど、それのおかげで結構肺活量とかお腹の力がついて声量が出たりとかする。あとひたすら笑うトレーニングとかもあるよ。はっ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 て一生笑ってるトレーニングとかもある。お腹を使ってはっはでお腹を使ってまっすぐ声を出すっていうねトレーニングなんですけど、いろいろやってる。めっちゃ語っちゃった。全員手にしてみようかな。髪ないけど髪なかったらできない。のりぴーさんカウントありがとうございます。チンタン、そうチンタンが取りこぼしてるだけよ。ツインテールね、また誰かにやってって言われたらやるよそう、なんか乾燥して咳が出ちゃう。ゼキちゃんも目標にしてる人はライブやと思う人いますか。目標にしてる人、ライバルは全員目標にしてる人、難しいな、すぐ出てこないちょんまげ見てみたい。ちょんまげ、エスカ地下街以外でのおすすめ食べ物や教えて。なんだろう、エスカ、私エスカもしか結構行ったことないかも、免疫だと。なんかあの、駅出るとあんまりないよね、食べ物屋さん。あるか、行ったことないだけかな私が。でもレジャックメルの辺も結構あるよ。ひつまぶし食べながら暇つぶししたい。おやつギャグ出ました。桃染さんありがとうございます。ギフトこじこじもありがとう。待って、コメントどっか行っちゃった。そう、人生謳歌してます。うなぎ大好きちゃん、山ちゃんの手羽先も久しぶりに食べたい。美味しいよね名古屋のご飯。ぜひ、そうだね、茨城だと東京が近いからのリピ新しい、まあ
新しい曲ですかね、うん、言ってしまうとね、まだ何もお教えできないんですけど、やっぱしマンツインテールリバイに入ろうとしてるのかな、年齢がサイバー、いやいや入ろうとしてないし入らなくていいし、ギリバリ入れないからね、こんなおばさん入らない。宝吉、そう、とある新しい曲以外は何も言えないんですけど文高さんこんばんは。そう、ミックスボイスはね、なるべく喉を使わずに喉を開いて出します。喉を使わないようにするのがミックスボイスなので。よかった、振り見て文高さん間に合って、ゴイさんリリバリ、あのその歯にしたら入れるかも。しんさん4時起きなの、ありがとう、こんな時間まで起きてくれて。全然寝る時間ないじゃん。ペプシマン、ペプ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 で、しんさんおやすき、文高さんありがとう、ゴイさんカウンセラーやん。そう、めっちゃカウンセラー、中学生とか、まあ、高校生って結構多感な時期だと思うんですよ。私はその年齢から、まあ一人暮らしというか、まあ、上京して親元から離れて暮らしてたので、精神的にこう不安定になる時も結構多くてですね、高校生の時とかはよくそのボイトレの先生に悩みを相談しに行くためだけにレッスン行ったりとかしてました。でも先生は早くレッスンするよとか言わないで、うん、そうだねそうだねってずっと聞いてくれるんですよ、話を。でもなんか変なアドバイスとかしてこない、聞いてくれるだけなんですよ、本当にカウンセラーだよねいい先生だよ。キュウシさん、森久美さんめちゃくちゃ厳しかった。厳しい先生もいらっしゃいますよね。私もいろいろな先生のレッスン受けたことあるけど、厳しい先生もいらっしゃいましたね。譜面台が飛んできたりとかする方もいらっしゃいましたし、なんか歌詞を心を込めて読んでみてっていう先生がいらっしゃって、私はその時なんで歌詞、私歌いたいのになんで読まないといけないのと思って、全然なんかうまく読めなくて、そんな歌詞の一つも読めない子は歌いませんって言われたことがありますね。そういう先生もいたりとか波紋の呼吸波紋の呼吸、現場の後にレッスンの時もあるよ。N浜、腹式呼吸大事なの。そう、大事よ。もとめさん、喉大丈夫だよ。ゆきじい、ボイトレ情報ありがとう。どういたしまして。お風呂ゆっくり。ありがとう。ともひざさん、こんばんは。ふみたかさん、ありがとうございます。あ、そうな、リトミック。その後、発声箇所だった。いや、私、あれやってた。ちっちゃい時、リトミック通ってた。リズム、リトミック？ちっちゃい時、あのリトミック変えてた、ちゃんちゃんちゃんとかやりながらあの踊るやつやってた。ふふふ、チームキュートです。キュートファンの総称。私もチームキュートになりたい人生だったなお風呂で腹式呼吸でできるんだね。ハーフツイン、また次の配信でやろうかな。じゃあ、のたさんこんばんは。北海道はでっかい道さん、そう、深夜のテンション。ふみたかさん、何ですか、サイバーさん。北海道はでっかい道さん、名古屋行くよ。北海道も行きたいけど。ひよさん、ライブラ全員格言出たライブラじゃない人はいないよ、基本的にね。何曲げ、ちょん曲げ。かつねさん、8月に名古屋、そう、愛知県名古屋市よ。8月13日に東海アイドル万博。新次、名古屋駅の中にあるきしめん屋は行ったことある。きしめん、私きしめん意外と食べたことない、ちゃんと。大阪県にもまた来てな、大阪府な行くよ、また。エスカでもう味噌カツを食べた。エスカに入ってるご飯さん美味しいよね。文高さんこんばんは。和夫さんこんばんは。8月チケット買いました、ありがとうございます。楽しみ、会えるの。ハマーさんこんばんは。カズオさんの声待ってる待ってる、嬉しい、私も楽しみです。福島ななみさん元気ですか。元気です、元気ですよ。ちょっと今ツインテールしてるからななみやってる場合じゃないんだけどさ。コジコジ、今年はみずきより野川行ってる自信ある。もうそれはそうだよ、コジコジには負けるよ。
稲浜、変なアドバイスとは？なんかさ、心が病んでる時って誰かに聞いてほしいけどアドバイスしてほしくない時あるじゃないですか。いや、そのアドバイスは分かってんだよみたいなことってあるじゃないですか。女の子特有かもしれない、これでも。だから変なアドバイスとかいらない時あるんですよ、やっぱりね。すごい病んでる時とかってもうなんかこうなんかただ聞いてほしいだけみたいな時あって、でもただ聞いてほしいですから聞いてくださいなんて言えないじゃないですか。だからそれでもそれを汲み取ってただ聞いてくれる先生なんですよ。うちの界隈で話題の物販で9時また聞きたいね。またいつか歌うと思うよ。ほいさん、有名な方かな、歌詞読む人。あ、でもいるよね、有名な方も歌詞読ませる人。あ、そういう人じゃない。でもね、おじさんの先生で、名古屋に行った時に習ってた先生なんですけど、怖かった。もうその時中学生とか小学生とか中学生で、ああなんで私歌詞読めないといけないんだろうみたいな思ってたから、全然上手に読めなかったけど、めっちゃ怒られた。今歌詞読むどころか女優、本当だよ。人生何があるか分からないね。ギリギリ見てきの声聞いてよかった。よかった、ありがとう。左だけ触りすぎでは。ねえ、私こっちのさ、こっちがなんかさ、跳ねちゃって気になるの。チンタよく見るとツインテールの見てきたん、可愛すぎんか。本当？やっぱ可愛いんじゃない、私もしかして。右も寂しそうなので触ってあげてください。ごめんね、右のツインテールちゃん。北海道はでっかい道さん、名古屋にあんかけスパなるものがあるそうですが、うまいんですか？ヤバトン食べたことある。美味しいよ、あんかけスパ。わかんない、私はめっちゃ好きなわけじゃないけど美味しいと思うよ、多分。よし、こんばんは。かつんさん、おやすみなさい。チンタ、女の子は共感のらしいから。あ、そうそう、言うよね。男の人は結構解決策を探したいとかするけど、女の子はただ聞いてほしいみたいな。そう、女の子特有か。茨城ね、茨城のアイドルイベントでやってるんですか。お嬢さんも1時でございます。あら、まあもう1時かしら。あらやだ。あらやだ。じゃあそろそろ1時ということで、みんな意外と見に来てくれた。もっとなんかさ、よくふかししないと思ってた。もしかして私のために起きててくれたんですか？ありがとうございます。早いよね、なんか今日。あらやだ。スクショタイムしていいよ。はい、スクショしていいよ。あ、かわいいね。かわいいですか？ということで、明日はねライブとかないんですけど、明後日はライブありますのでぜひ来てください。ということで、はい、もう1時になっちゃった。早い。あらやだ。あらやだ、めっちゃ拾われてしまった。みんな遅くまで本当にありがとうございました。よくゆっくり寝てください。明日お休みの人いるのかな、多いかな。本当にありがとうございます、遅くまで。みんなゆっくり寝てください。ということで、また会いましょうね、日曜日。おやすみなさい、バイバーイ。